午前11時43分、熊本県の阿蘇山が噴火。噴煙は 3.5 キロの高さまで上がり、火砕流も火口からおよそ 1.3 キロまで達しました。この噴火で気象庁は噴火警戒レベルを3の入山規制に引き上げ、注意を呼びかけています。一方、北海道の活火山は今どんな状態なのでしょうか。今のところですね、どの火山も火山活動は静穏に経過をしていまして、特に今すぐですね、噴火に至るというようなところは今のところありません。気象庁によりますと、道内には20の活火山があり、いずれも噴火警戒レベルは1。このうち火山活動が活発な9つの山を24時間体制で観測しています。山の内部に秘めていた圧倒的な力を一気に吹き出したように、黒々と立ち上っている煙はかなり高くまで上昇しています。直近では2000年に起きた有珠山の大規模噴火が記憶に新しいところ。この時は専門家らが噴火の5日前から前兆とみられる地震を察知し、周辺の住民1万6000人を事前に避難させたため、犠牲者はいませんでした。我々もですね、噴火に至る前にですね、火山活動に変化があれば様々な情報を発表いたしますので、そういったものを見ていただいてですね、避難していただくということが重要かなと思います。道内は今静穏な状況です。ただ活火山ですから、突然活動が始まるということもありますので、火口の近くには近寄っていただきたくないと。はい、今回の阿蘇山の噴火のニュースを見て、改めて北海道有珠山の噴火のことを思い出された方というのも多かったんじゃないかなと思うんですよね。あの当時は6500世帯以上の方、今 VTR でも1万人以上の方となってましたけれども、はい、避難対象となった人の誘導がうまくいったので犠牲者が出なかったということもあるんですよね。なので、日頃きちんとこういつ噴火するかわからない活火山にも目を向けておく必要があるんだなというのを改めて感じました。そうですね、道内にもまだまだ活火山あるんですよね。はい、そうなんです。 VTR にもありましたけれども、ご覧のように道内には20の活火山あります。このうちこのようにですね、赤で示した9つの火山というのは火山活動が活発で、札幌管区気象台では24時間で監視しています。中でもこちらの十勝岳では火山性地震があったり、噴煙が多く上がるといった現象が確認されていまして、火山活動が活発になっていますので、特に注意して監視をしています。はい、そして気象庁はですね、こちらご覧のような火山活動の状況を5段階に分けて避難の目安を示しています。今回の阿蘇山の噴火レベル3になりますので、状況に応じて高齢者などは避難準備が必要とされているわけです。道内の活火山すべて噴火警戒レベル1ではあるんですが、いつ噴火するかわからないという認識を持って避難場所などを改めて確認する機会にしてほしいと思います。はい、そうですね。藤尾さん、2000年の有珠山の噴火とか記憶あります？ありますね、うん、でも僕もう終わった後に足を運んで、はい、逆に僕はその場で温泉を楽しませてもらったり、ジオパークなんてなんか自然の雄大さを、なんか観光目的で楽しんだっていうのがちょっとあるので、はい、だからそこの隣り合わせだからこそ感じられる北海道の四季とかもあったりするんですよね。だからいい距離感 ですぐに避難できて対処できるっていう、なんか そういうのもなんかこう北海道っていう土地がね、こう進んでいけばいいのかななんて思いますけどね。はい、今ジオパークの話ありましたけどね、はい、今観光シーズンで紅葉見に山に出かけられたりする方もいると思うんですけれども、そういうジオパークに噴火の知識とか経験というのも展示などありますので、ぜひそういうのもね、一度目を向けてみるといいのかもしれないなと今日のニュースを見て感じました。